はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 HAK ワールド HAK でーす。さて、今回はですね、来たよ、来ましたよー。じゃじゃーん、なんと、何か開きましたよ。さて、なんでしょう、この中身は。来たー、ついに来た。リアルミベイゴ。さあ、これがなんだかわかりますか？なんと、まだ日本にないやつです。なんと、しかもテリーン、見えるかな、 5G 太陽スマホ、ついに来ましたよ。やっぱ来たぜ。もう頼んだ、8月だったかな、8月に頼んで、今頃ようやく来ましたよ。いやー、ほんと時間かかったなー。びっくりするの時間かかった。うん。今のところ、現時点で、最安の 5G 対応スマホです。値段はなんと、この値段。安いでしょう。どこで買うより一番安い。はい。というわけで僕はね、もうこのためだけに、なんと、5G 対応の、SIM をね、用意しております。ね、ほら、ここにね、でれれ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 れーん、5G って書いてあるでしょ。はい、というわけで今回はね、ちょっと、このね、スマホの画面に 5G って出てくるのが、ただ見たいがためだけに、今回はこれをレビューしていこうと思います。よーし、それではね、じゃあ早速、このリアルミ V5 をね、開けていこうと思います。いやー、ですね、一応ね、スペックとしてはこんな感じですね。128GB の、メモリ 6GB というね、スペックになってます。まあ、リアルミだからね、どこぞで見る、容量詐欺みたいなね、やつはね、ないと思います。はい、じゃあちょっと、では、オープン！うわー、きずれな。ほほほいえ。はい。もうね、中国国内向けなんで、もうがっつり中国語ですね。これなんだろう。ケースだ。あ、出た。中国あるあるですね。中国スマホを買うと、高くくじで、ケースがついてくる。はい。おー、来たー。これだ、これだ、これ。おーおー、すっげー。あー、なかなか高級感すごいね。いいっすね。おー。すげえ、これが本体でしょ。で、この下にスペーサーがあって、お、これは充電、結構でかいね。へー、 USB PD かなぁ、と思いきや、なんかオリジナルっぽいね。ほら、ここ見るとね、わかるんだけど、出力が 5V 2A と 5V 6A ってなんか2つあるんで、これはね、どうもね、USB PD じゃなさそうなので、独自規格っすね、これ。気をつけないとね、他のやつに使うとぶっ壊れちゃう可能性があるので、まあ多分ぶっ壊れるだろうね。ん？そんなことないか。あ、そんなことないかも。どっちも 5V だから大丈夫だね。うん。へー。なるほど。と、で、こっちが、充電ケーブルですと。長くね、これ。すげえ長い気がするんだけど、まあいいや。まあ基本的にこれは、ね、僕は使わないので、まあ、この中にしまって取っておこうと思います。はーい、じゃあ、これちょっとどかして、あ、ケース使おうかな。はい。あとこれがマニュアルか。マニュアルついてきますね。リアルミー。おー、これなんだ？データー、全部中国語。まったり前だけど。あー、なるほど。なんかね、いろいろ書いてあるけど、よくわかんねえな。はい。じゃあ、これもね、中国語ってことで、読めません。はい、以上。はい。というわけで、じゃあね、これをね、ちょっとペリペリやっていきましょう。ペリペリ。いいね、新品のペリペリたまんねー。よっこいしょ。ん？これなんか、剥げるようになってるね、ほら。なんだろうこれ。なんか別で取っとけって意味かな。よくわかんないけど、まあいいや。はーい。ビリビリオープン。
うわぁ、すっげぇ。画面が縦に長ぇ。これがネクサス、これがネクサスじゃねえや。なんだっけこれ。あ、そう、Google Pixel だ。Google Pixel よりこれぐらいでかいっすね。いや、縦に二回りぐらいでけえな。横はね、ピクセルと同じぐらいだね。ピクセルちょっとでかいかも。徹底的にでかいな、これ。で、カメラの方は、これは、お、すごいね、4つついてんだ。1、2、3、4。はぁ、すごいね。どれぐらいのね、ちょっとね、綺麗な感じで撮れるのかね、ちょっと楽しみだね。うん、じゃあね、ちょっと電源入れてみましょう。イエス。お、来た、ブルってきた、ブルってきた、ブルってきたよ、ブルってきたよ。おー、リアルミー。こっち側が電源、指紋認証もしかしたら兼用してんのかな、わかんないけど。で、ここがボリュームアップダウン、シムカード、あ、なんかちょっとピント合ってないね。シムカード、上はマイクがあって、下は4本端子とまたマイク、あとスピーカーみたいですね。で、ここが充電用の、なんだっけ、USB-C か。はい。で、インカメラは、これは液晶に内蔵た、おー、これピクセルと一緒だ、一緒だね。インカメラがね、液晶の中にね、こう、入ってるっちゅうね。はい。でね、ここまでやっといて、実はごめんなさい、これ、さっきの、オープンとかやったの全部ね、儀式です。実はもうね、日本語化してあります。いろいろちょこっとだけ説明、困らない程度なところまでちょっとやってあります。はい。まずこれ電源入れると、まあ向こうのね、中国国内用なので、もちろん全部中国語だし、キーボードもなんと日本語のキーボードが入ってなかったんですよ。だからね、ちょっと若干四苦八苦しながら G ボードを入れました。くそー、これいきなり日本、中国語のキーボードしか出てこねえよみたいな、ちょっとね、大変でしたね。はい。というわけで、あ、どこだっけな、どこだっけな、確かこの中、あ、ここのね、キーボード及び入力形式ってところに、ね、今すでに、ほら、Gボードがね、入れてあります。まあ、入れないとね、何も操作、マジでできなかった。マジびっくりした。これね、中国語のね、フリック入力が出てきて、なんすかこれ、みたいな。うん、でね、一応ね、プレイストアね、最初から入ってましたね。うん。で、プレイストアもね、ちゃんと設定して、アカウント突っ込んで、ちょっとやってみた感じです。はい。で、一応ね、OS は、Android 10ですね。ちょっと見てみましょう、端末情報。こんな感じ。はい。リアルミー 5G。リアルミー V5 5G。何か、ああ、そっか、いじれちゃうのか、そうだよね。で、Android の、バージョンはもちろん10ですと。はい。で、まあ、さっきも言ったように、ストレージはね、128ありますと。うん。で、RAM は 6GB。そして、プロセッサーはオクタコア。まあ、なかなかのね、スペックっすね。まあ、アンツツかなんかちょっと走らせてみて、まあ、どれぐらいのね、スコアを叩き出すか、ちょっとやってみたいな、とは思ってます。はい。で、ではね、僕は、ただ、ここに 5G って出るのを見たいだけなんです。もう早速ね、ちょっと突っ込んでみようと思います。はい。ちょっとね、この SIM カードの、あれを見なきゃな。それではね、ちょっとね、SIM をね、ぶっ込んでみようと思います。本当にね、できるのかね、よくわかんないけどね、一応ね、企画仕様、あるいはスペック表を見る限りだと、日本のね、5G を拾うような、仕様にはなっていたので、まあ、そこを信じてね、できるもんだと思ってやってみます。SIM1 がこっちなんで、じゃあ SIM1 に入れてみましょう。こら。お、
アクセスポイント。おー、いきなり P の設定しろって出てきた。おー、すっげー、LINE モバイルが入ってる。最近だって LINE モバイル入んの？びっくりー、すごいねー。けど、リンクスメイトはないと。まあ、あるわけないよね、こんな前なとこね。はい。はい、チェック入れた。さあ、どうだ。おー、おー、おー、来た来た、なんか H、H って出て、H って出て、H って出て、ほら。H、H。H ってなんで ?HSDPA の H かよ。あ、40来た、40来た、40来た。お、来た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 。おい、5、9、5来い、5、5、5、5。ふふふ。5、5、受信しろ。OK。しょうがねえなぁ。今んとこ 4G しかつかまないね。まぁ、ちょっとね、なんでつかまないのか、ちょっとよくわかんないけど。なるほどね。まあ、どんな電波をね、ちょっと受信できるかっていうのもちょっとね、ちょっと調査っていうか調べてやってみようかなと思います。とりあえずね、4G は受信してるから、こうすれば多分普通にインターネットアクセスが 4G でできるはず。ほい。じゃあなんかね、記事で見てみようか。あ、見れるね。おー、はいはい。マジかドコモの 5G エリア見たらさ、マジっすかこれ。いや、全然知らなかった。いやー、このし、僕ね、KDDI のね、5G はね、ちょっとね、仕事で絡んでたから知ってるんだけど、ドコモってこんなに少ないの？なんか、5G 利用可能なスポットしか検索できないんだけど、スポットって何？スポット、確かにさ、ミリ波だからさ、電波全然届かないの分かるけど、こんだけ？こんだけ？こんだけ？なんかドコモショップとかさ、なんとかマリンスタジアムとかさ、なんか駅の周りとか、そんだけ？マジで言ってんのこれ。はーい、全然調べてなかった。いやー、しゃーねーからこれさ、どっか、あ、意外と近いとこあんな。だって、ドコモショップ、火災店近いよ。店内に行けばさ、行けるかも。マジで、すごいのこれ。わかったよ、わかったよ。じゃあね、今度行ってくるよ。じゃあまあ、今日はね、まあそんなところで、リアルミーのね、V5 5G をね、ちょっと手に入れてみたんで、SIM カードとりあえず乗っけて、APN 設定してみたけど、残念ながら今のところまだ 4G プラスまでしか受信できてないですという、報告動画になりました。はい、じゃあまたね、最近はずっとね、さあバゲー動画多かったですけど、まあこういうねレビュー動画もねしこしこ撮っていっているんで、また引き続きねご視聴いただければと思います。はい、じゃあまたねー。きたー、きた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 G 来たよ。いや、すごいね。ドコモショップの前にいるけど、ドコモショップの前にいないと5G が入らない。なんてこったい。